どうもプロボーラーの加藤です。いつもありがとうございます。今回は900グローバルのウルバリンというボールを投球したいと思います。 S700 シリーズですね。結構走って切れるボールなんですけど、こちらもですね、なんと先日の伊賀オープン、なんとですね準決勝で使用して3ゲーム810ピンです。結構インサイド25枚目ぐらい投げてたんですけど、まさかそこのラインで810点も打てるとは思わなかったです。それぐらい走って切れるピンアクションもいいボールとなってます。でさっきの続きですね、はい、オルタードリアリティの続きで投げたいと思いますので、1ゲーム投球しますのでご視聴よろしくお願いいたします。いきます。はい、とりあえずオルタードリアリティ投げたところで一球投げてみます。いきます。あら、戻ってきましたけどちょっと薄めですよね。はい、もうちょっとアジャストしていきたいと思います。はい、ちょっと結構なんか無理のある感じ でしたよね。はい、もうちょっとやっぱ走ってシャープに切らした方がこのボールの良さが出ると思います。いきます。なので2枚ぐらい戻りましょう。はい、完璧です。ジャストです、ジャスト。まあ2枚、3枚、2枚ぐらいですかね。オイルのパターンにもよるんですけど、今のは素晴らしいピンアクションでしたよね。もう一度いきます。はい、三空で、走る分ちょっと幅を狭くしてる感じです。素晴らしいピンアクション、最高です。はい、ウルバリン綺麗なブルーですよね。色もいい、転がりもいい、ピンアクションもいい、そして実績も出ております。はい、ちょっと信頼と実績のね、なのですから900グローバルも加わりそうですよ。もうさあ4フレいきます。申し分ないですね。はい、もう走り綺麗、ピン飛び本当にいいですよね。これ S700 シリーズ、70シリーズだったかな、700シリーズだから、はい、走り系なのにピンアクションもしっかりしてる。これも私一軍でございます。はい、すごい、マジでいい。安心して手前をスッと行かせられます。それぐらい手前の行き感がいいですね。ただ滑ってるわけじゃないですよね。なのでしっかり奥の動きも出ています。フレアもですねすごいです。こっちの方がやっぱ見やすいですね。はい、同じところからずっと出てますね。ただやっぱ走る方なので、オルタードリアリティよりも幅は狭いですね。ただ狭くてもしっかり曲がってストライクは出ています。さあ6フレ、うわー、なんかついてない天秤、強すぎですね当たりが。なんだろう今の、なんか不思議なタップでしたね。さあ300点は阻まれてしまいましたが、しっかりスペアを取ってつなげましょう。
危ない、落ちる前に取る。はい、さあ7890、しっかりパンチアウトしてウルバリン捨てたもんじゃないですよ。やっぱ手前が枯れたレーンとかスピードない方におすすめです。めちゃめちゃいいですよ、この手前の走りながらの転がり感。はい、安心してちょっと薄いところ行かせられますね。最高です。今回の2作はマジでこのこれだけでラインナップが組めるぐらいいいですね。オルタードリアリティからのウルバリン、はい、直線的に投げたいならウルバリン、曲げたいならオルタードリアリティっていう使い分けができる2つだと思います。ちょっと内側いっちゃったよ。そうですね、内内だったんで厚めにいっちゃいました。さすがに出ないと走るボールといえども折れて厚めいっちゃいますね。はい、失投です。さあ6本なのでしっかり曲げてこないと後ろの9番ピンが残りやすいです。さあどうだ、素晴らしい、しっかり曲がってきます。ウルバリン、ウルバリンの次なんでしょうね、ちょっと気になるな。この系統で名前どんどん出してほしいです、個人的には。はい、サイクロプスとかキャプテンアメリカとか出るかもしれないですね。さあ急フレ、打ち水しないように気をつけましょう。ちょっと1枚中入ろうかな。いきます。完璧だ、うわー完璧すぎた、球良すぎ、ジャスト9です。ショック、はい、ウルバリンで取りに行きたいと思います。はい、さあ点フレ、点フレダボったら最後の1球はリアリティ投球してみたいと思います。さあ行きますよ、どっちもいいボールだ。オルタードリアリティ236ピン、ウルバリンもミスしなければ230台、パンチアウトすれば240。行きます、行け、 OK、 9番さえ飛べばストライクですよ。はい、さ あ今回ウルバリンすごいですね、霊気降りてこないですね、そういえば。はい、さあ点フレ2投目、ウルバリン同じように行きますよ。このね、本当にちょっと最初ドリルするときどうかななんて思ってたんですけど、投げたら納得です。これもコアが相当いいんでしょうね、転がりやすいコアです。はい、素晴らしい。ということで最後の1球はオルタードリアリティ投球したいと思います。やっぱ投げてる中でちょっとレーンも変化してきてるんで、それを踏まえて投球したいと思います。さっきこのオルタードリアリティ動画撮ったところからさらに2枚ぐらい入ればいいんじゃないかなと思います。いきます、
かったか。はい、と薄めのセブンピン残っちゃいましたね。はい、ということでフルバリンも240ピンオーバーでした。本当にさっき動画内で言ったように、このオルタードリアリティとフルバリン2個あればもうラインナップ組める仕様となっていると思います。はい、走って切れるというか、オイル強い切れ系がオルタードリアリティ、そして走って切れるウルバリンですね。はい、スピードない方はウルバリンおすすめいたします。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。